何が嬉しかったかというとね、あなたたちがカメラを持ってものすごい眼差しで楽しそうに写真を撮ってる姿を見れたのがね、先生は何よりも嬉しかったです。楽しかったです。はい、はい、楽しかったですか。はい、楽しかったです。楽しかったです。楽しかったです。おすすめの一枚を見せてください。はい、これ校舎から見た風景。これはあの下のところか。はい、おお、すごいね。なんかこうやって言うと草原みたいだね。すごい、こうやって撮ると全然違うね。はい、いいね。これはなんだっけ。土俵です。土俵か。土俵、相撲。相撲のところか。うん、カラだね。そう。何、これどうやって撮ったの？あのタイヤの池の近く、なんだっけ、池というか、あのウサギ小屋の近くの。そう、ウサギ小屋の近くにタイヤがいろいろ連結してあるんですけど、そこのなんか光って穴の方から撮ったんだ。そう。タイヤに見えないね、なんか。そう、暗くてトンネルみたいだったんですけど。これはどこかな？ランチルームの前の池。池か。に咲いてた睡蓮。睡蓮、綺麗だね。ちょうど咲き時なのかな。まだつぼみだから。まだもうちょっと咲くのかな。いいね、なんかこう池に映ってる風景とかもちょっと揺らいでる感じがいいじゃん。ちょっと幻想的な感じで、はい、よかった、よかった。